set. Uma Musume Pretty Derby is coming to Shadowverse Evolve. Now on sale. Stand up! バンガード待望の翼ソエル豪敵の奏者ビルニスタ勝つ勝って未来は変えられるってお前にも信じてもらうもちろん未来は変えるお兄ちゃんと運命大戦の関わりを断ってね始めるぞ俺のターンDestiny and domination and devour it all. Generation Stride! Stride Dexet, Shiranui, Luard, Bushiroad. The flame of Levitan rises, and new heroes must answer its roar. Will you join the adventure? Booster Set 3, Flame of Levitan, now on sale.ガブちゃん、ほっといていいの？本来、2回目の運命対戦など行われるはずがない。だが、明道光が語った未来が真実だとすれば、それはこの運命対戦が望ましくない結果で終わるということだ。だからガブちゃんとしても未来を変えてほしいって？ベンテスタにライド！エネルギージェネレーターをセットしてターンエンド！私のターン。ドロー。アイキンの奏者アドルファスにライドスキルで1枚ドローそしてエネルギージェネレーターをセットしエネルギーチャージアライトイーグレットをコールアドルファスでアタックノーガードイーグレットでアタックガードターンエンド俺のターンアゼンシオルにライドスキルでペンテスタをコールセイディとガルガウンをコール今度はこっちの番だペンテスタでアタックガードアゼンシオルでアタックガードセイディでアタックノーガードターンエンド犠牲の割に軽い攻撃まだまだ準備運動だろそうだねいざって時にバテないといいねお兄ちゃん私のターン霊弦の奏者エルゼニアにライドアドルファスのスキル2枚ドローしノーマルユニット1枚を捨てるアイディラスをコールエルジェニアでアタックガードアイディラスでアタックノーガードターンエンドさあ見せてよお兄ちゃんを守ることもできなかったハリボテの奇跡を掲げる滑稽な天使をああ見せてやるさ望むすべてを救う大天使よな俺のターン救世の翼天よりここに奇跡の運命者レザイルにライド！スキルによりカルブレをコールさらにそのスキルでガルガウンをコールセイリーでアタックガード
大天使が司るのは癒しの奇跡。光の体は必ず治す。レザエルでアタック、スキル発動、ドロップのアセンシオールをコール。ノーガード、ファーストチェック、セカンドチェック、ドロートリガー、カルブレのパワープラス1万、アセンシオールでアタック、ガード、カルブレでアタック、ノーガード、ターンエンド。そんなに張り切って、お兄ちゃんはやっぱり私の体のこと自分のせいだと思ってるんだよね。そうかもな。私の体が弱くなったの、あの事故からだもんね。でもあれはお兄ちゃんのせいじゃない、私自身のせいだから。お兄ちゃんが背負う必要なんてない。俺はあの時何もできなかった。ずっと後悔してる。次は絶対に手を伸ばすんだって誓って生きてきた。でも俺にできることなんて何もなくて、それがいつも悔しかった。だから運命対戦で俺に何かができるって知った時、今度こそ最後まで手を伸ばすって決めたんだ。その先に死の運命が待ってるとしても、そんな運命蹴飛ばしてやる。お兄ちゃんを亡くした明道光が絶望に暮れるとしても、俺は死なない。そうなったから私はここにいるのに。わずかな光でも手を伸ばした者にのみ奇跡は舞い降りる。お兄ちゃん昔から言ってるけどさ、光なんてわずかもないんだよ。私のターン、決意の翼、未来よりここに。時の運命者、リエル・アモルタにライド。エルゼニアのスキル、ドロップのノーマルユニット3枚を山札の下に戻し1枚ドロー、さらにジェネレーターのスキルで1枚ドロー。サルバールドラゴンをコール、アイディラスでアタック、ガード、インターセプト、リーエルでレザエルにアタック。時の力は未来の姿を指し示す。スキル発動、アイディラスをバインドすることで山札からその同盟カード、もう1枚のアイディラスをコールする。さらにアイディラスがバインドされた時1枚ドローし、リーエルのパワープラス5000。ノーガード、ファーストチェック、セカンドチェック、クリティカルトリガー、アイディラスのパワープラス1万、リーエルのクリティカルプラス1。サルバールとアイディラスはスキルによってパワープラス1万される。サルバールでアタック、ガード、アイディラスでアタック、ノーガード、ターンエンド。ああ、もう5ダメージ。展開が早いね。お互いディバインスキルをまだ使っていない。勝負はここからだ。やっぱり俺は願いのために大切な相手をねじ伏せる、こういう楽しいファイトが好きだね。趣味悪い。最悪です。あらら、手厳しい。もう後がなくなったよ。いや、レザエルのスキルはダメージが増えるほど強くなる。おかげで全力を出せる。俺のターン、ペルソナライド、レザエル、ノービアをコールしスキル発動。山札の上3枚からステイディをコール、さらにそのスキルで1枚ドロー。行くぞ、奇跡降臨、ディバインスキル発動。ドロップのクリティカルトリガー全てを山札に戻し、ドライブプラス1。それで勝てると思わないで。いや、勝つ。ノービアでアタック、ノーガード、セイディでアタック、ノーガード、ダメージチェック、クリティカルトリガー、リエルのパワープラス1万。押し通す、レザエルでアタック、スキル発動、ギガンテックとニルベリスをコール。完全ガード、ファーストチェック、セカンドチェック、クリティカルトリガー、ギガンテックのパワープラス1万、クリティカルプラス1。サードチェック、フロントトリガー、前列のパワープラス1万。
ギガンテックでアタック！アマルピノアでガード！オーバードリガー！デッキに1枚だけの最強のトリガー。ドライブやダメージで出なかったのは喜ぶべきだけど、ここでの5万シールドはでかい。まだまだ！ガルガオンのブースト！ニルベリスでアタック！ガード！防ぎ切られた。苦しいですね。次のターン、アキナ先輩は1ダメージで負けです。バトル終了時、ニルベリスのスキル発動。自身をソウルに置くことで1枚ドロー。さらに山札の上を見て上に戻す。ターンエンド。全力を出しても勝てないんじゃ何の意味もない。いや、まだ次がある。ないよ、死んだら次なんてない。ある日突然お兄ちゃんが帰ってこなかった私の気持ち、わかる？世界の全部が色あせて、何を食べても味がしなくて、家に帰るだけで吐き気がした私の気持ち、それはわからないでしょ。置いてかれた私のこと、死んだら全部終わり、全部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 私はなくしたんだ。光ここで破壊する。この運命の全てを、そして取り戻す。失った時間を。私のターン。カードファイトヴァンガード。 Here's a super gorgeous product. One triple rare in each pack and an exquisite card in each box. Triple drive booster. Bushy Road. Vi Schwartz.The high school story of how to raise a boring girlfriend reaches its grand finale on the stage of Vi Schwartz. Saikano, the movie, finale, booster pack. On sale April 19th, Bushy Road. Vi Schwartz. The mismatched licorice duo is here to lend a helping hand on the stage of Vi Schwartz. Trial deck and booster pack licorice recoil. Now on sale. Bushy Road.Card Fight Vanguard! Overcome destiny and domination and devour it all! Generation Stride! Stride Deck Set! Shiranui Luard! Bushy Road! Persona Ride! Riel Amorta! Shibarmia to Sages will call! ここが勝負どころ。必ず次につなぐ。あと1点、必ず取る。アイディラスでヴァンガードにアタック。ノーガード。ダメージチェック。クリティカルトリガー。光の痛みを俺は想像することしかできない。でも光が苦しんでいるのなら俺は負けない。レザエルの奇跡、分かってたよ。スキルで山札の上を確認したのはこのためでしょ。レザエルは俺に奇跡を起こす術を与えてくれた。なら俺はレザエルが最大限活躍できるようにする。俺たちは一緒に全てを救う。奇跡再臨。6点目のダメージでトリガーが出た時、ダメージを1回復する。そしてクリティカルトリガーの効果によりレザエルのパワープラス1万。奇跡、ほんと嫌な言葉。そんなものに夢を見ても現実は無慈悲だから、壊す、その奇跡を。リーエルでレザエルにアタック。スキルでアイディラスをバインドし、もう一枚のアイディラスをコール。さらにリーエルのパワープラス5000。ガード。ファーストチェック、セカンドチェック、ノートリガー。ここからだよ。まさか。時の運命者の切り札、その神髄は過去への跳躍。時を逆まけ、ディバインスキル発動。バトル終了時、ドロップの同盟カード DL アモルタにライド。ドライブマイナス1。過去の自分にライドし直して攻撃回数を増やすのか。レザエルの翼、ここで終わる。アイディラスでアタック。諦めない、絶対にブリッツオーダー、ヘブンリーブライト。
山札の上1枚を見て、それをガードに出し、シールドプラス1番、さらにガードだ。そんなことしても無駄。サージェスでアタック。スキル発動。相手ヴァンガードのパワーが上昇しているとき、そのヴァンガードのパワー分だけ自身のパワーを上げる。うまい。レザエルのディバインスキルでパワーが上がるのを見越してのサージェスか。しかもそれだけじゃないです。ああ、ここで前のターンに使ったオーバートリガーが生きてくる。さらにドロップのオーバートリガーを除外することでリーエルのパワープラス15000。完全ガード。これで手札は残りわずか。リーエルでアタック。時の力は再び動く。サージェスをバインドして、もう一枚のサージェスをコール。終わらせる。お兄ちゃんを救うために。終わらせない。光を助けるためにガード。守りきる。叩き壊す。ドライブチェックゲット。ドロートリガー。リーエルのパワープラス1万。もうレザエルのディバインスキルは残ってない。でも最後の1枚をめくるまではわからない。未来はそんなに甘くないよ。わずかな光でも手を伸ばした者にのみ奇跡は舞い降りる。一度の奇跡でダメなら二度目の奇跡を掴んでみせる。ダメージチェック。ゲット。オーバートリガー。オーバートリガーはダメージにならず除外され、1枚ドロー。さらにレザエルのパワープラス1億。なんでどうしてこんな時に。いいじゃん、今じゃなくっても。光、未来は変えられる。望む未来のために、一歩でも一枚でも先へ手を伸ばせば届くんだ。あの時ヘブンリーブライトで山札を掘ってなければ、このオーバートリガーには届いてなかった。俺が運命対戦で勝てば光の体は治せるし誰も死なない。そんな未来が俺は欲しい。光も本当はそれが一番だって思ってるんだろう。望む未来をつかむために一緒に手を伸ばしてほしい。俺を信じてくれ。お兄ちゃん、もう勝った気でいるんだ。言ったでしょ、奇跡は壊す。一度でダメなら二度壊す。そのために組んだデッキ、そのための時の力だ。サージェスでアタック。スキルにより相手ヴァンガードのパワー分自身のパワーを上昇させる。そうだ、リーエルで出した2枚目のサージェス。そのスキルの前ではいくらパワーが上がっていようと関係ない。あとはアキ君の手札次第か。これで終わりだ。完全ガード。まだ完全ガードを。どこまで、どこまで運命は。ターンエンド。先輩耐え切った。今のターンでどっちも出せるものは出し切ってな。ここからは二人の意地のぶつかり合い。なんでここまでやって。本当に強すぎだって。お前の覚悟ファイトから痛いほど感じたよ。それでも俺は光を助けることを諦められない。お前はどうだ。そんなの決まってる。私もお兄ちゃんを救う未来を諦めるつもりはない。お互いに引けないならもうやることは一つだよな。そうだね、受けて立つ。ここからは全身全霊、遠慮なしの兄弟喧嘩だ。俺のターン、ニルベリスをコール。俺が助けるって言ってんだから黙って助けられてろ。反抗期アタック。はあ、誰がいつ助けてくれって言ったよ。自己中カード。知らん、俺がそうしたいって言ってんの。スキルで山札の上を見て、山札の下に。勝手に自己完結して勝手にいなくなって本当最悪。俺はいなくなってないだろうが。これからどうなるって言ってるだろうが。そんな未来、レザエルでリーエルにアタック。スキルでギガンテックとエーリアルをコール。
の未来、俺がクレーム入れてやるよ。このモンスタークレーマーガード行くぞ。ツインドライブ。レザイルはブラグドマイヤーには勝てない。少しは兄を信じろ。なら気持ちじゃなくて根拠で示せよ。お前がいる時点で未来は変わってんだろ。それファイトと関係ないでしょバカ。あるかもしれないだろアホ。わからずや。ゲットヒールトリガノートリガやった。先輩勝った。大変なのはこれからだけどね。だが奇跡が未来に打ち勝った。喧嘩できてよかったな。負けちゃった。初めてじゃないか、こんなに後先考えず言い合ったの。そうだね。でもなんでかな、全力でぶつかって言いたいこと言ってちょっと気分いい。俺も。お兄ちゃんほんと頑固だね。お互い様だろ。信じていいんだよね。任せろ、俺はお前のお兄ちゃんだ。何それ、説得力ないし。でも信じた。ありがとう、頑張ってくれて。お姉ちゃん、ずっとずっと苦しかった、怖かった、寂しかった。一緒に高校行きたかった。シチューもいっぱい作ってほしかった。ただいまって言ってほしかったよ。帰るの遅くなるって。もう夜遊びはほどほどにね。うん、わかった、うん、お兄ちゃんのプリン食べちゃおうっと。俺はなんだ、俺はどこに行く、この先にその答えがあるのか。お前は知ってるか、ブラグドマイヤー。なあ、俺は今でもスオーと友達になりたいって言ったら怒るか。別に、お兄ちゃんならそうするって思ってた。でも私はあいつ一生嫌い。それはそうか。勝ってよ、絶対に。もちろん。奇跡は必ず起こす。Thank you.
Schwartz, the high school story of how to raise a boring girlfriend, reaches its grand finale on the stage of Vi Schwartz. Saikano, the movie, finale, booster pack, on sale April 19th, Bushi Road. Card Fight Vanguard. Here's a super gorgeous product. One triple rare in each pack, and an exquisite card in each box. Triple Drive Booster. Bushi Road.ようこそコックミリオンへ。こんなところで何をしてるかと思えば。ぜひ君からもカード紹介を頼む。私が紹介するのは時の運命者リーエル・アモルタ。そのディバインスキルはバトル終了時ドロップの同盟カードにライドしてドライブマイナス1、アタック時スキルも2回使うことができて連続攻撃が可能。私の知らない運命者もっとよく見せて。引きちぎるよ。やだ。